それがワンセットで、これを20個使ったんですよ。20セット。大地震の日の時に。何もやってもないから。スタンスにさあで月別何もず何もやるっちゅうさあ決めて、まあ事業計画これがもう経営計画書です。そう、これが経営計画書なんですよ。で、酒井さんもこれを自分が、長期にして、公設しちゃって長期にして、無職、無収入、ベッドで半年間すると、プラス公設で、やったときに、まあ、これを一生懸命考えて、で、退院して、体を治って、仕事、スタートしたら、これ戦略を決めて、まあ、一応、やらせる。それは戦略持たくてないみたいな。坂井先生が入院されている時に経営計画書を分厚に作られているのは記憶なんですか。あ、これですか。結構いっぱいです。結構いっぱいです。あの、見たわけないですけど、僕自身も、まあ、お話を聞いた中からアドバイスもらって、ここであれ作るかな、やんないで、思いつきで、やっちゃうとまんまと失敗するんですよ。これじっくり考えてやると、確率が高いんですよ。うん、ヒット打てる確率が。うん、これ20セット作ると、大体1個か2個ぐらいは当たるかなって言われて、18、19、80じゃなくて、20個考えたら1個やってんのか。これを作ったんですね。さすがに20個を作っていくと、なんか慣れるんですよ。何回も解くんで、要は受験でいった。問題集みたいなもんで、これ。そうすると頭に通しかかってきて、ですけど、分け方としては、その20個って、例えば簿記だったら、簿記のこう勉強の分野で分けられてると思うんですか。あ、そうですね。たぶん簿記だったら、ライブでさ、うん、それから一つの、それ教室で、ザ、もう一つは DVD 販売、ザ、社長向け、同じライブの社長向け、頭が商品販売。それごとに作るんですよ、全部。今はあんまりこういうの作りませんけど、あの、当初はこれ作ってたんですよ。要はフォーマットがまだ頭に入ってない状態。で、これが頭に入ったら、フォーマットが、ね、別にいらないんで、そのスケッチブックだけでいいんですよ。3個ぐらいの戦力が大体1回の温泉に行くと浮かんでるという感じですね。これはどうやって売るかっていうので、ね、こう、うん、無料化やって、そう、ね、収穫商品、これ同じ商品、うん、例えば簿記だったら簿記教室に人が来てもらいたいって場合に、うん、無料化は
とかっていうのは、うん、あれは無料 DVD ですね。要するに1回目の授業、はいはい、そう DVD 完成しますよみたいな、はいはい、それ無料の授業、うん、それどうやって売るかっていうのはホームページに載せるかとかブログに書くかとか、うん、それがどうやって売るかっていう YouTube で宣伝するとか、あ、そうか、あ、そう、あ、じゃあ、これ書き方としては無料化っていうのは、ええ、何を無料化するかっていうのを書いて、そうですね、何の商品をっていうのが分かりやすいです。あ、うん、でそれをどうやって、それをどうやって、そうですね、売るかというか、ええ、そうか、それをリピートにするっていう、そうですね、で、収益商品はどうするのか、収益商品はどうするのか、うん、で、リピートするにはどうするかっていうのをザクッとまず考えて、これ丸1から丸9は、うん、これはあの、まあ、僕独自っていうか、うん、やり方なんですけどね、うん、ここのその戦略の DVD で言って坂井さんの DVD ですけど、ここは別に経営戦略、そうですね、経営戦略、まあ、あのいろんな切り口があるんですよ、9つの線、9つの切り口があるんですよ、それに当てはめるっていう作業ですね、最初マラガマスカッチョ、外企業の場合だったら快適追求型のビジネスですけど、中小の場合は悩み解決型っていう、したいっていう人もいるけど、僕だったらこう結構ね、華々しいこうイメージですか、そういったものをこう、まずスバイでしたっけ、ちょっとわかんないですけど、大手の結構相談所みたいな商売の仕方、華やかな感じになりますか、快適に、でも中小企業の場合はそうじゃなくて悩みを解決する、そもそも結婚できねえぞと、その収入も低いし、その養子も悪いからっていう人に対して、こうすれば結婚できるようになりますみたいな、そういうのを解決したり、そっちの切り口でいってるかどうかっていうチェックなんですよ。先生ありがとう。先生ありがとうっていうのは要するにこう感謝、お願い営業じゃなくて、あ、ちょっとあの踊らねえな、それみたいな、なんか立ち位置になった方が値切りされないよって、そういうことですね。大企業とかクレームに来たら 100% 対応するかとか、中小の場合、そもそもアメリカは客層じゃないんだから、そこは外すぐらいだっていう、むしろ先生ありがとうって言ってくれる人だけを相手にするっていう、そうですよね、そういうふうにしないとクソが伝わっちゃう、センターは出せないですからね、頑張ります、っていうのをこうチェックするといいこと、自分が今までやろうとしている戦略を、要するに販売商品サービスですね、はい、それがそれに当たるのかどうかっていう、この丸一から何キロぐらいこれで進めたい、あ、そうですね、こういうことですね、全部当てはまるようになるべく当てはまるようになるんですかね、ここの図全部パシッといったら最高なんですけどね、どうしてもちょっと外れちゃってもあると思うんで、それしょうがないですけどね、それ三角ぐらいにしておいて、じゃあ三角から丸にするためにはどうすればいいのかなって考えるんですよ、